今週のゲストは株式会社山本のり店取締役社長の山本徳次郎さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ね、山本のり店といえばもう老舗中の老舗ですけど、はい、一体創業何年なんですか今163年4年ですかね、はい、そう味付けのりをね 発明というか、はい、されたということで、ね、僕らが朝ごはん美味しく食べれるのは山本にてのおかげということで、特許でも取っときゃよかったです。本当ですか。取ってなかった、まあ、当時ないですよ ね。一体いつ頃作られたんですか。初めてだから明治2年500何十年前です ね。まだ特許ないですね、うん、そうですない頃ですね。残念だった気がしますね。海苔業界が潤えばよろしいんじゃないかと思います。ということでね、いろんな今日はお話を聞いていきたいと思うんですけど、よろしくお願いいたします、はいはい、こちらこそよろしくお願いいたします。